三味線すごい乱暴な話をするともう8分音符の刻みだけで十分かっこいいんですよなので8分音符の刻みをベースにフレーズを作るといいと思います初心者はでその8分の刻みの中に左手の弾きを対応したね早引きを織り交ぜることでそれらしくなりますと。 こんな感じよ。えー、これの面白いところはですね、このままバッキングにしても割とハマったりします。曲の中にね、コードさえ合ってれば、特にロックものとかと相性がいいんですけど、それをそのままですね、曲の中にね、このフレーズをパッと貼り付けるだけで、このベン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 っていうのも,もう十分リズム感出してくれてるから、あのね、バッキングとして結構映えるんですよね。で、そんなの中でパラ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 やるから、バッキングしながらこうなんかソロ弾いてるみたいな感じの雰囲気になっていいですよ。